シェフレンツは、ドイツビュルテンベルク州ネッカーオーデンバルト郡に属す、マチソン。この町の四地区は、バウラント南西部の石灰大地をシェフレンツ側が、刻んだ海抜250メートルから310メートルに位置し、その周辺の高地は、最大海抜約350メートルの高度に達する。最も北の区域は、オーデンバルトに、特徴的な増式砂岩層に位置する。 超域の一部は、ネッカー王自然公園内に含まれる。気候に関しては、隣接するオーデンバルトに比べ標高が低いため、気温が高く、降水量は少ない。とはいえ、これは、比較論であって、量としては十分であり、伝統的な農作物に対して、追加の給水はほとんど必要ない程度である。年間の気温水位は、7月末から8月初めに、 最高となり、12月初めから2月半ばまでに、最低温度を記録することが多い。自治体シェフレンツは、クラインアイホルツハイム、ミッテルシェフレンツ、オーバーシェフレンツ、ウンターシェフレンツの4地区からなる。シェフレンツに隣接する市町村は、南から時計回りに、ビリヒハイム、エルツタール、ゼッカハ、アーデルスハイム、ロイクハイムである。シェフレンツの村は、 774年に初めて文献上に記録されている。市町村合併の時代に以下の村が合併し、新しい自治体としてシェフレンツが発足した。町役場シェフレンツの議会は流語議席からなる。緩やかに光栄学銀の三角図形によって左右に分割。三角図形の中には左横向きに置かれた緑の多くの葉、その上には縦に置かれた緑の遠藤の鞘、 その中に銀の豆が見える。向かって左は青と白の逆斜め一末模様。向かって右は黒地に赤い爪、赤い舌を持つ金のライオン。ウンターシェフレンツのプロテスタント教会は1764年建造の玄関を持つ建築である。この教会の前には1870年に植樹された千年坊大樹がある。墓地には 1870年から71年、1914年から18年、1939年から45年の戦争で亡くなったこの町の人々を慰霊する記念碑が建てられている。住民家役場の建物は、1957年から58年に建造された近代的な機能建築である。他の地区と同じように、 ウンターシェフレンツにも多くの歴史的木組建築が残されている。その一つが郷土博物館になっている建物で1797年の建造である。ミッテルシェフレンツには1473年に現在の形で建造され、近年大規模な修復がなされたプロテスタント教会がある。その壁には人形が設けられている。町役場は やはり近代的な機能建築である。オーバーシェフレンツには、地区の中心部に1795年建造のカトリックの聖キリアン教会と1885年にネオゴシック様式で建設されたプロテスタント教会がある。学校は1909年の建物である。毎年年始に演劇グループによる芝居が上演される。 シェフレンツ・タール・コレクション協会が運営する、ウンター・シェフレンツの郷土博物館は、郷土賞を受賞している。オーバー・シェフレンツ音楽協会のコンサート、ムジーク・コルプス・シェフレンツのコンサート、同業者組合のマイバウム・アウフ・シュテルング、シェフレンツ・タール・コレクション協会のパン焼き釜祭り、など、農業の他に、20世紀中頃から中小企業が発展した。住民の一部は、 ハイルブロン、ネッカーズルム、マンハイムなどの企業へ通勤している。オーバーシェフレンツ駅の S バーン車両シェフレンツに直接乗り入れているアウトバーンのインターチェンジはない。最寄りのアウトバーンは A6 号線、A81 号線である。連邦道 B292 号線が町域内を通っている。ネッカーエリツをスタブル県線を通るラインネッカー S バーンを開始、シェフレンツは マンハイム方面及び、ビュルツブルグ方面へ交通の B の良い場所にある。S1 系統のオーバーシェフレンツ駅及び、アイホルツハイム駅には、1時間ごとに、モースバッハ方面あるいは、オスターブル県方面への列車が発着する。オスターブル県で、ビュルツブルグ方面行きの路線に接続する。この他に、多くのバス路線が利用可能である。シェフレンツでは、 ハイデルベルクで刊行されているラインネッカー、ザイトングの地方版が日刊誌として流通している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたもので、日本語版作成に際し、直接参照してはおりません。ありがとうございます。